皆さんこんばんは。本日も 9×10 は90。本日もチューズデイテコチャー。お口は人を励ますために、美味しいおやつを食べるためについております。完璧も少し緩めて、少しずつできることをやってみることを良いかと思います。話し方に伝え方もソフトで親切にアドバイスができる、これも大切だと思っております。本日も津田梅子頑張りまする。Thank you.